はい、こんにちは。今日はですね、日韓情勢についてお伝えしてまいります。ロイターですが、菅首相は8日夕方、元慰安婦問題をめぐり韓国地裁が賠償判決を出したことを受け、問題は1965年の日韓請求権協定で解決済みだとして断じて受け入れられない、訴訟は却下されるべきだと述べた。日本は日韓間の請求権問題は1965年の協定で完全かつ最終的に解決済みとの立場を取っている。また日本と韓国は2015年の外相会談で慰安婦問題の最終的かつ不可逆的な解決を確認している。加藤官房長官は閣議後会見で判決について極めて遺憾、断じて受け入れられないとした上で、本件訴訟は却下されるべきだと述べた。国家が他国の裁判に服することはないとする国際法上の主権免除の原則に言及し、日本政府が韓国の裁判に従うことはないと強調、控訴する考えはないとした。ではですね、今回のこの韓国側の判決は今後どうなるのでしょうか。ハンギョレ新聞は、日本は同判決に対する控訴などを行わないことを明らかにしているため、一審判決が確定されるというふうに報道されております。ではですね、今後どのようなシナリオの可能性があるでしょうか。一つ目はですね、ハンギョレ新聞ですが、2015年の日韓合意に沿って作られた和解癒し財団に日本が拠出した金額、約108億ウォンのうち残る金額約50億ウォンで、この判決が履行できるかどうか外交部が日本政府と協議する可能性だ、中略しまして、しかし和解癒し財団が解散した後に残った金額を判決履行に使っても良いと述べることは、判決を認めることを意味するため、日本が同意する可能性は事実上ない。韓国政府が日本の反対を押し切ってこの金で判決を履行しようとすれば、深刻な外交摩擦は避けられないと報道されておりまして、この可能性は低いのではないかというふうに韓国側では報道されているということだと思います。ではですね、他のシナリオとして、韓国側は今回の判決を強制執行できるでしょうか。中央日報ですが、慰安婦被害者賠償判決、日本政府の資産で賠償は大使館不可侵、差し押さえ、売却できず。韓国の裁判所が8日、慰安婦被害者に対する日本政府の賠償責任を認め、1人当たり1億ウォン、約950万円ずつの慰謝料支払い義務も明確にした。しかし専門家らは、日本政府が協力しない限り実際の賠償までは困難があると予想している。韓国国内の日本政府の資産、大使館施設及び財産は国際条約、外交関係に関するウィーン条約上、差し押さえ、売却どころか不可侵であるからだ。まず在韓日本大使館の建物と敷地、大使館の車両などは強制執行が不可能だ。ウィーン条約第22条第3号は、高官、高官内にある用具類、その他の財産及び施設団の輸送手段は、捜索、挑発、差し押さえ、または強制執行を免除されると規定している。日本文化院も外務省所属の政府機関であり、各国派遣大使館または総領事館の一部として、ウィーン条約の特権が保障されるという。朝鮮日報では、ある国際法の専門家は、外交関係に関するウィーン条約第22条第2項には、各国政府は外国高官の安寧の妨害を防止するための責務を有するという内容が書かれている。日本の資産差し押さえのうち相当数が日本高官の安寧の妨害と解釈される余地もあると言った。共同通信は、韓国が日本政府の資産の差し押さえに出れば、日本の報復措置は避けられないだろうと報道している。そしてハンギョレ新聞でも、今回は相手が政府であるだけに断交に次ぐ深刻な外交摩擦が予想される。その上、中韓日本大使館などの外交資産は外交関係に関するウィーン条約第22条にのっとり、強制執行はできず他の財産を探し出さねばならない。理性的に考えれば考慮しうる選択肢ではないと。このような報道が韓国側では相次いでおります。ですのでこうなってまいりますと、判決は確定するもののですね、執行できないままの状況というのが続く可能性があると思います。ですので、強制執行ということはかなり難しいというような分析が韓国側で報道されているということだと思います。で、余談になりますけれども、日系米国人のマイク・ホンダ前アメリカ連邦下院議員は、去る9日韓国裁判所の判決について、金銭的な賠償を請求したのは良いことだが、韓国の裁判所が日本政府から賠償金を受け取る法的権限はないと述べております。またですね、この判決を長期的に国際社会に訴えていくことも難しい状況があるように見えます。そうしたことの背景には米韓情勢ということがあると思います。ニューズウィークですが、バイデン氏はムン・ジェイン大統領が破棄した2015年日韓合意にアメリカ副大統領として関わったとみられており、菅首相は官房長官として関与しているというふうに報道されております。こうした情勢を考えますと、アメリカがですね、日韓合意の履行ということをムン・ジェイン政権側に求める可能性というのもあると思います。で、こうした状況を懸念してかですね、韓国外交部は今回の判決を受け、ある種ですね、異例と思われるコメントを出しています。
ハンギョレ新聞ですが、政府は今回の判決が下された8日、外交部報道官による論評に、政府は2015年12月の日韓両国政府間の合意が両国政府の公式合意であるということを想起するという一文を入れている。韓国政府が2015年の日韓合意について言及したのは、カン・ギョンファ外交部長官が2018年1月に被害当事者女性たちの意思をきちんと反映していない2015年の日韓合意は慰安婦問題の真の問題解決にはなり得ないと述べて以来事実上初となる。中央日報ですが、しかし実質的には2015年日韓合意破棄と変わらない態度で一貫してきた政府が裁判所の判決が出た日にこれを改めて想起したことをめぐり様々な解釈が出ている。その間2015年日韓合意についてこうした形の立場表明はほとんどなかった。政府があえて早期という表現を使ったのも、今回の判決で2015年日韓合意が完全に破棄されたという形で認識されることを憂慮して含めた表現ということだ。両国間の未来志向的関係に言及したのも、日韓関係の悪化が明白な状況で先制的な管理が必要だという政府の雰囲気が反映された結果だ。近く発足するバイデン政権が日米韓の連携を強化すると予想される中、韓国だけが非協力的な姿として映ってはいけないという憂慮も作用したとみられる。しかしムン・ジェイン政権発足から一貫して日韓合意を否定してきた外交部が改めてこれを想起すると明らかにすることで、外交的に効果があるかは疑問だ。政府は10億円を日本に返していないが使用を中断し、この土台を築いた和解駐在団も解散させた、このように報道されております。ですので、こうしてですね、韓国側のいろいろな報道というものを見てまいりますと、今回判決は出たもののですね、その実質的な効力ですとか実効性ということについては、韓国国内から今までご紹介しましたような分析が出ているということだと思います。ですので、その判決は出たものの、判決そのものがですね、強制執行される可能性というものは非常に低いと思われる状況の中ですね、今回の判決で逆に韓国が2015年日韓合意を履行せず日韓の協力に否定的との見方がですね、アメリカなどあるいは国際社会から出てくる可能性もあると思います。またですね、今後アメリカが米韓同盟やですね、あるいは北朝鮮情勢なども踏まえまして、米韓合同軍事演習などの強化、加えてですね、日米韓連携の推進、自由で開かれたインド太平洋、そしてクアッドへの参加などを韓国ムンジェイン政権側に求めてくる可能性もありまして、ムンジェイン政権はですね、そうした難しい状況と直面しているように見えます。ありがとうございました。ネット大衆紙ブルーカラーではメンバーシップ機能を開放させていただきました。メンバーになってもならなくてもブルーカラーの動画は今までと変わりなく無料でご覧いただけます。今回のメンバーシップの意図はですね、純粋にブルーカラーの活動をご支援いただくものとしてご理解いただければ幸いです。考え方としては投げ銭スーパーチャットと同じような考え方です。僕の動画に対して皆様それぞれの価値観に基づきご支援額を選んでいただければ幸いです。またメンバーシップはいつでも解約が可能です。ブルーカラーのメンバーシップには月額390円から1190円の5つの料金体系がございます。現状支援額による特定の差は設けておりません。パソコンからメンバーシップの手続きをするにはですね、このメンバーになるのボタンをクリックしていただきます。そして料金を選んでいただきまして、メンバーになるというボタンを押していただきます。その後お支払い方法を選択いただきまして、購入ボタンを押していただければ手続き完了となります。スマホから行う場合もほぼ同様の手続きとなります。ただ iPhone の場合はですね、このメンバーになるのボタンが出てこない場合があります。ですので、この動画の概要欄にですね、メンバーシップ手続きへのリンクを貼らせていただいております。そちらのリンクをクリックしていただければ、あとは流れに沿ってメンバーシップのお手続きがしていただけるようになっております。今後ともネット大衆紙ブルーカラーをよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。